はい、今回は無人島脱出初級の8やっていきます。さあ、やっぱ順番はね、いつも通りキャラメルさんが先頭じゃないといけないんで、いけなくはないけど、やっぱね、3マスしか動けんし、何ハテナの中身がわかるから、やっぱね、一番最初に置いとった方がいいですね。じゃあ行きましょうか。7日以内に脱出してください。じゃあ、なるほど、まあ、とりあえずあの木の内容が気になるよね。とりあえず食料ゲット、7か0、あ、4か。とりあえず食料はゲットです。で、こっちに行って、なるほどね、釣りができるとこがあるな。これで取れたらラッキー。おー、いいね、ありがたくいただこう。あと2マスか。おお、薬結構大事よね。食料、食料が最初に集まるのはいいね。心に余裕ができますね。これはとりあえずあの道具取った方が良さそうだね。よし、どうしよっかな。の方が選択肢が広そうじゃけど、まあ、ちょっと高台から見てみよっか。高台から見てみよう。石と糸なんかできるっけ。あ、これじゃできんのにな。じゃあ寝ましょう。さて、あと6日。じゃあとりあえずこっち、おお、だいぶ見えた。なるほど、上は岩があるから行かれんのか。じゃあこっちだな。あと1マスこうか。おお、マルタ発見。あのハテナは避けていこう。あ、行こうか。あのハテナは避けていきます。あ、釣りができるね。あ、違った違った、一マス間違えとった。どうしよっかな。こっちでまたもう一日使っても大丈夫そうだね。じゃあ丸太だけ取っとこうか。どうしようかな。どこにでも行けるように、ここに陣取っとこっか。これはなんか、あ、間違えた間違えたよ。寝ません。
さて、どうしようかな。釣り竿は後でいいけ。パチンコかスコップか。スコップ、スコップ、うん。スコップにしとこうかな。うん。よし。で、寝よう。寝ましょう。今回もなかなか長い旅になりそうだな。よし、じゃあ一回ここで終わります。次回続きやります。ありがとうございます。